はい、今日久しぶりに寺カフェに来てます。なんか品川寺って読んでたら、そしたら本泉寺、品川の寺って書いて本泉寺って読むらしいですね。で、今日は加賀坊茶と、あとサービスでつけてもらった桜餅です。ということでいただきます。うん、美味しい。映ってるっしょ。映ってる。うん、桜餅美味しい。道明寺ドライカレークロックサンド、いただきます。うん、美味しい。うん、鶏肉と豆腐バーグ、いただきます。うん、どれも、まあ、チーズたっぷりで美味しい。うん、はい、おはようございます。今ね、朝7時なんですけど、本当はね、今日ねジムに行こうと思ってたんですよ。朝早く起きて、で、そしたらなんかひどい悪夢見てね、で寝坊しました。もうね、ジム行けなかったショックとひどい悪夢を見たショックで、二重のね、まあダブルパンチみたいな感じでもうちょっとまったりしようと思って、久しぶりにベトナムコーヒーでも入れようかなと思ってます。でね、練乳でちょっと練乳多めに入れますかね。 30g ぐらい入れちゃうか。ちょっと甘めのベトナムコーヒーで、このなんていうの、沈んだ気分少しでも盛り上げようかなと。盛り上げるっていうかね、沈んだ気持ちを、なんていうの、まあ、晴れやかにしようかなっていう感じですね。お湯入れて、待ちたいと思います。蒸らしすんの忘れたけど、まあいっかな今日はそのくらいちょっとね、本当にひどかったんですよね。まあ何がねどうこうってわけじゃなくて、まあ、だんだんね、まあ、こういうふうに、なんか、その悪夢って、その悪夢の内容自体はあの語らないですけど、そういうのってね、なんていうの、まあ、次第にね、まあ、夢なんて忘れてっちゃうんで、別に大したことじゃないんですけど、まあ、大したことじゃないですし、だからこういうふうになんか、しらね、話をしてると、意外とね、気が晴れるんですよね。なんで、うん。まあそういう意味も含めて、朝のね寝起きコーヒータイムっていうので、まあなんか外もね、別に天気悪くなさそうなんで、ちょっと散歩でも行ってこようかなっていう感じですね。はい、っていう感じで、本当はね今日肩トレやろうと思ってたんですけど、まあいいかな。うん、筋肉痛もまだ残ってるんでね、うん、ちょうどいい。まあ2日間てか、まあ週末からね今日にかけて、ちょっとなんていうの、休養日が3日間ぐらい続いちゃったのかな。と
金曜日の夜は行って、土曜日の夜、日曜日の夜だから、あの、2日間か、2日、丸2日休養しちゃいましたけど、まあ、あの、なんか筋トレね、すごい自分の中でやりたい時期っていうと、そうするとね、一回休んじゃうと、すごい罪悪感が出たりとかするんですけど、まあ、逆にね、気持ちを切り替えて、その、しっかり休んで次のトレーニング、めちゃくちゃ追い込もうみたいな感じになれるんでね、まあ、それはそれで、今日はそういうふうに考えて、うん、まあ、いい休養になったと思いたいと思います。終わったかな？はい。はい。ということで、コーヒーいただきましょう。うん、いい香り。はい、ということで、いただきます。甘い。最高にいいですね。持ち込んだ時はね、やっぱ練乳ですよ、練乳。最高。